こんにちは、トマです。さあ、今回なんですけど、いつものあれ、行きたいなと思います。イベント直前の短いやつということで、明日からですね、明日から新しいイベントが始まるということで、イベント予告も来ております。Y 学園やね。Y 学園。で、上に、ブルームーンかな。前のアニメで結構バッて出てきたね。ブルームーン。で、下にこれスッてやると、ちょっとこれね、黒くて見づらいんやけど、このギター持ってるやつ。スカイスネーカーかな。まあ、このブルームーンとスカイスネーカー。この2体が目玉のイベントが始まるといった感じでしょう。早速、詳しい中身の方へ行きたいなと思います。行きましょう。ゴー。さあ、行くぞ。はい、ってことで、まずは、どんなイベントなんていうところやけど、おそらく、箱壊し。宝箱壊す系やね。あの、プニのね、盤面の中に、こう、宝箱がピョって落ちてきて、それを壊して、Y ポイントゲットみたいな感じのやつやね。だからまあ、普通にマップ進めて、最後にこう、隠しステージがあって、みたいな感じかな。まあ、普通のイベントやね。うん。まあ、割と久々かな。そんな感じになっております。どんどん行きましょう。出てくる妖怪、ドン。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 体ということで、まあ、結構多めといった感じでしょう。で、さっき言った通り、スカイスネーカーとブルームーン、この2体がね、まあ、目玉で、で、これよく見たらなんか、つくよみみたいなん、いるっしょ、このつくよみみたいなん。これは、にゃんぼやね。にゃんぼ。まあ、後で言うけど、またニャンボが来るんよ。そのニャンボの時に、このツクヨミみたいなやつ、これが出てくるという感じだから、とりあえずこれは置いといて、種族を見ると、ダブルゼータが不思議とポカポカやね。で、ポカポカは多分ツクヨミだから、とりあえず置いとくわ。とりあえず置いといて、そう、不思議がダブルゼータで、ニョロロンがゼットなんよ。だから、ごめん、間違ってたら、ごめんね。間違ってたらごめんね。だけど、多分、スカイスネーカーってニョロロンじゃない？で、最初逆かなと思ってたんだけど、多分、スカイスネーカーがニョロロンっぽいから Z で、ブルームーンが不思議でダブルゼータといった感じでしょう。まあ、予想も入ってるけど、多分そんな気がする。そんな気がしますね。はい。で、必殺技も、ブルーストリームかな。ブルーストリーム G、 これがブルームーンやね。で、ハイパービート G、 これがギター持ってる方といった感じでしょう。あと、青天竜火 G、 これがニャンボのね、ニャンボのつくよみという感じです。多分それで合ってるような気がする。次行きましょう。さっき言ってたニャンボでいいっす。天の川ニャンボかな。天の川って7月じゃないの？七夕だよね。ちょっと早めに出してくるあたり。まあいいか。天の川にゃんぼガチャということで、なんか Z 確定もなんかあるらしいよ。ちょっとよくわかんないけど、 Z 確定もあるらしい。で、さっき言ってた通り、このつくよみかな、このつくよみみたいなやつ、多分なんか織姫とかつくのかな、わかんないけど、新しいつくよみがダブルゼータです。はい、ダブルゼータでイベントの終わりの方にね、にゃんぼで来るといった感じです。はい、ってことで以上かな。特に新コインもなし、新アイテムもなしといった感じでしょう。まあ普通のマップだからね。まあ最後一応まとめておくと、ダブルゼータブルームーンで宝箱壊す系と、そしてイベントの最後にね、にゃんぼがあるといった感じです。明日いつも通りガチャ動画と各種ステージの強敵の動画2本上げると思いますので、チャンネル登録してぜひ待っておいてください。また次の動画でお会いしましょう。じゃあ。